アマスイア、アマスイア、アマスイアは、トルコ北部のアマスイア県の県都であり、古代は、アマセイアと呼ばれた。面積は1730キロ平方メートル、人口は13万3000人で、このうち、アマスイア市外には7万4000人が住み、残りは、郊外の集落に居住している。町の海抜は411メートル。アマスアは、国沿岸の山脈の中にあり、 家知る川沿いの狭い谷にある。位置的には国会に近いにもかかわらず、この地域は海抜が高く内陸性気候である。このためにアマスアがリンゴの栽培に適していることは有名である。古代のアマセアは川沿いの崖上にある要塞の町であった。アマスアは長い歴史の間、この地方の中心都市であり、大野飛、画家、科学者、 詩人、思想家などを多く輩出し、ポントス王家や地理学者のストラボン、オスマン帝国皇室に至るまで、アマスイア出身である。また、ケマルアダチュルクが人生で最も重要な時期に滞在したことでもられている。オスマン時代の木造建築の街並みと崖に掘られたポントス王の墓は、現在も観光客に人気がある。 ストラボンによると、町の名称はこの地域に居住しているとされた、アマゾーン族の女王アマシスに由来する。やがて歴史を経るごとに変化して、アマセイヤからアマシア、アマシアとなり、トルコ人の襲来により、アマスイヤとなった。アマスイヤは、黒海とアナトリア高原の中間にある、テルサカン川や、チェケレク川、イエシル川が流れる肥沃な平原上に位置し、 町は小川が流れる狭い谷の中にある。そのためアマスの町の周囲は、切り立った崖と、蛇肉山脈やポントス山脈に囲まれている。川には5つの橋がかかり、町は南側の川岸に偏っていて、川に沿って伸びている。崖を登るのは困難であり、崖には居住できないために、町の形は V 字型になっている。アマスは、 険しい谷の中に位置するために守りやすく山の要塞として優れているために長い歴史の間重要視され続けた。考古学の調査によるとアマスイヤには紀元前5500年頃にヒッタイト人が入植し、続いてフルギア人、キンメリア人、リディア人、ペルシア人が居住した。紀元前183年にはキリシャ人がアマスイヤに入植し、 紀元前333年から紀元前26年までポントス王国の首都であり続けた。今日でも遺跡が残っており、町の中心にはポントス王家の墓がある。アマセエアは紀元前70年にローマの執政カンクルスに征服され、新設されたビチュニアポントス属州の行政中心都市となった。この時期にはすでにアマセエアは繁栄していたために、 思想家や作家、詩人たちの居住地となり、その一人であるストラボンも、紀元前60年から紀元後19年にかけてのアマセイアの様子を多く描している。ローマ帝国統治下の一世紀には、アマセイアは大都市と呼ばれるまでになった。ディオクレティアヌス帝がローマ帝国を東西に分割すると、アマセイアは東ローマ帝国の一部となり、町のギリシャ人人口が圧倒的となった。 1075年に東ローマ帝国が700年統治したアマセイヤの町はオグズトルコ人のダニシュメンド町に征服された。その後はセルジューク町のクルチアルスラーンによって併合されるまでダニシュメンド町の首都であった。セルジューク町及びイルハン町の統治下でアマスイヤはイスラーム文化の中心となった。この時期に建てられた学校やモスク、墓などの建造物は 今も現存している。アマスイヤがオスマン帝国のバヤジット一世に併合されてから代々スルタンは自身の子供を教育のためにアマスイヤに送ったためにアマスイヤは教育の中心として重要度が増した。将来統治者となるための準備の一環としてスルタンの後継者たちにはアマスイヤの統治者の地位と責任が与えられた。 将来のスルタンとなる14世紀末のバヤジット1世から16世紀のムラト3世にイタリまでが若い頃にアマスイヤで教育されアマスイヤの統治を行った。アマスイヤは帝国全体を統治するスルタンになるための訓練場であったためにポントス人やアルメニア人、ボスニア人、タタール人、トルコ人、アラブ人、クルド人など帝国内のすべてのミルレットが 村として置かれていたので、この時代のアマスイアの人口は、オスマン帝国内の他の町とは大きく異なっていた。第一次世界大戦でのオスマン帝国の崩壊後、1919年に、ムスタファケマルアタチュルクは、軍隊を設立して、トルコ共和国を建国する計画の最終的な、会合を、アマスイアで行った。トルコ革命の宣言を行ったのもアマスイアである。 トルコ共和国建国後すぐにアマスイヤのギリシャ人はギリシャとの住民交換で追放された。代わりにギリシャから追放されたトルコ人がやってきた。今日のアマスイヤの地域は高品質で香りの良い小さなリンゴの生産で有名である。また、タバコや消しの実も栽培されている。他に工業や織物業、セメント製造業などが盛んであるが、 アマスイヤは豊かな街ではないために観光が主な収入源となっている。水バスからサムスンに向かう鉄道がアマスイヤを通っており、オスマン帝国時代の鉄道駅が残っている。学生向けのバーやカフェがあり、レストランもある。料理ではトイガチョルバスと呼ばれるヨーグルト入りのスープが有名である。他には、消し飲み入りのパイや川沿いのティータイムなどが楽しめる。 アマセイアには民間伝承として語り継がれている伝説がある。山のそばに住んでいたファラトという伝説の英雄が王女シリンと恋に落ち、王に結婚の許しを得るために山を掘ってトンネルを作り、王宮に泉を引こうとする。しかし、作業中にファラトはシリンが死んだという誤報を聞いて、悲しみに暮れ、岩に身を投げて自殺する。それを知った王女シリンもすぐに後を追う。 という伝説である。この伝説は、ナーズムヒクメットによって儀曲にされ、タリップ・アパイルンによって小説となり、アリフ・マリコフによって劇となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。